自己表現です。自分一番最初公務員になろうと思ったんで、ここでちょっと大学で、まあ、友達に連れられてたんですけど、古着屋に行って、服がすごい好きになって、自分の職業とか自分のなんかやりたいことっていうのも変えてくれたところであるんで、本当になんか自分の人生にはすごい変化をもたらしたものでもあるし、自分の人生に今はもうなくてはならないものっていう感じになっています。ファッションは自分にとって人生もかかってるようなもんで、なんかここでやめちゃったらもう、あ、ファッションやめたんだって思われちゃうんで、やめれないっていうか勝負というか、そういうものだった自分で思ってます。まあ、自分にとってファッションは、まあ、自分自身表現できる一つのツールかなって思ってます。私にとってファッションは、ファッションがあるおかげで毎日スタイルとか考えて楽しいので、なくてはならない存在です。ファッションっていうか服は私にとって外に出るための鎧みたいな存在です。自分に自信を持てるものっていう風に思ってるので、服がないと外に出れない、自信が持てない、あと気分も上がらない、だからその日の気分を決める鎧。